願いします。みんな信じてますか？アメン。キリストの名によるニサルに集まるこの真ん中にイエス様がいらっしゃいます。イエス様歓迎します。本当に一緒に感謝です。フィリピン宣教に行ってる時に、Facebook で、このジョイフルプレイチャーチの市原先生と Facebook で出会いまして、今本物に出会いました。あれで安に感謝します。本当にね、イエス様生きて離れてますから、1年4ヶ月、宣教しましたが、もう聖霊様と共に働いた宣教でした。私は学校の教師30年間やってました。横浜市の公立高校の教師30年です。ビジネス、商業を教えて、インターネットを教えて、英語を教えて、今英語とね、インターネットできれば世界で宣教できますよ。もう勉強し、英語とインターネット勉強しても世界で伝道できますから、皆さん世界で宣教したいと思いませんか？アメン。岡山だけじゃなくて世界行きましょう。アメン。アメン。もう待ってますよ、皆さんの福音を世界で待ってますよ。アメン。最初去年の4月1日、学校さんが31日で退職前に辞めたんですよ。退職前、多くの先生方から言われました。なんで先生ね、退職前に辞めるの、こんな公立高校の先生でね、お金もまあまあもらえるし、潰れることもないし、私学じゃないから。人から先生先生と言われるのなんで辞めるんですか？で、僕はもう思ってるんですよ。イエス様の再臨近いと思ってるんですよ。聖書の最後の約束はイエス・キリストの再臨なんですよ。もうすぐ来られるイエス様。もう私がもし学校の教師続けてたら、多分天国行って悔いが残ると思ったんですよ。もう本当ですよ。イエス様のために何もできなかった、ね、天国行っても平屋建ての、ね、家に多分いると思うんですよ。でも1年4ヶ月やったから、とりあえずマンションぐらいになってるかなって今思うんですけど。ダメ。あと日本で頑張ってパレスにしますから、天国。この地上では僕はもう全部物売りました。4月1日に行く前にマンション、横浜の新築1年しか経ってないマンションを売りました。でも売ったおかげで100万利益が出たんですよ。アーメン。主の備えはすごいです。それから退職金も全部もらって、私そのものも全部フィリピン捧げて、フィリピンの現金箱を私がポンと組んだようなもんです。ワンウェイティケットね、ワンウェイティケットフィリピン、フィリピンに1枚の切符でね、帰りなし、神風特攻隊ですよ。帰りなし、精霊の神風特攻隊です。飛び込みました。だから神様を伴って与えてくださいました。フィリピンのはカトリック信者が多いです。 70%、80% だから、クリスチャンに対する理解はあります、ね、でもね、カトリックはね、はっきり言います、偽物です。放送されても構いません。インターネット放送されても構いません。カトリックは偽物ですよ。というのは、カトリックはサントニーニョっていうね、このイエス・キリストの子供の人形を結構礼拝してるんですよ。やったー。クリスマスごとにサントニーニョが生まれるんですよ。な、だから今ね、2016のサントニーニョがいるんですよ。イエス・キリストは子供のままなんですよ。それが一つ目の間違い。二つ目、イエス・キリストは十字架かかって死んで、カトリックのクロスには必ずイエス・キリストがついてるんですよ。こうなってる。
死んだままなんですよ。これ2番目のポイント。違うんですよ、聖書は。イエス・キリストは死んで蘇ったって書いてるでしょ。皆さん、雨が出てこないの。なんで雨出てこないの。あのタイミングありますからね、ちょっとね。頼みますよ。雨ね。この流れについててくださいね。これ聖霊の流れですから。雨が来るともっと流れてきますから、もっともっと。聖霊様は臨在欲しいですか。アメン。アメン、そうです。私はイエス・キリストの復活を伝えました。セブで、ショッピングモールの中、まあ、例えばデパートの中みたいなところですね。で、教会を建てることになりました。お金500万、もう私の退職金の頃、全部つぎ込みました。で、綺麗な建物、ショッピングモールの中にできました。ジーザス・イズ・アライ・ミッション・チューチ、ね。で、そこの中で、そこの外でね、まあ、イエス・キリストを伝えるために、スリート・プリーチしたわけよ。スリートプリーチっていうのは外でロボレンド、日本的に言うとロボテンド、まあ、英語で言うとスリートプリーチ。ジプニー、いろんなジプニー、車、小さなジプニーとか、まあ、とにかくトライスクとかタクシー、まあ、通ってるこうターミナルですよ、そのショッピングセンターの前はターミナル、人がいっぱい来てる。その前でやりましたね。英語でね、もちろん。イエス・キリストを信じる者は天国、サイント人形礼拝する者は地獄だ、言ったよね。向こうの言葉ではインペルノって言うんですよ、地獄。マイクロフォン使いませんから、この地獄できますからね。この地獄が通ります。この様子は全部ね、YouTube 乗っかってますから、今日は全部載せませんので、We bring Jesus、あとで教えますから、それ見て、それ見て、インターネット、YouTube アップしてますからね。そうするとみんな見るんですよ。ね、ジープに乗ってるのも、こう振り返るんですよ。こう走ってるんだけど、こう振り返るんですよ。ね。そこで言ってますから、カトリックの人にとっては何言ってんだって感じでしょ。サントニーの大切なんじゃない。ビショップ、カトリックのビショップ主体、あなたは人を救うことはできない。イエス・キリストだけ人を救うことができるって言いましたね。そしたら、まあ、カトリックの神父怒りますよね。で、私に言うわけ、もう一回言ってみろと。今何て言ってるの？Yes、 もう一回言うよ、ね、ビショップ cannot help the people。 司祭、あなたは人々を救うことができない。 Only Jesus can help the people。 ビショップ怒ります。片方の方を殴る。はい、私はどうするでしょうか。素晴らしい、素晴らしい。分かってるじゃん、これすごい。今まで苦しい、分かってるじゃん、これすごい。今までこれすごい なかったよ。うんうんうん、みんなちょっと聞いてるだけなんだ。何するんだろうな。僕、有名なボクサーがいるんですよ、まあ、一緒に写真撮れたんですけど、イエスさんの行為で ね。このマリー・パッキョはボンナゲンクリスチャンだから、じゃあ僕殴られましたから、じゃあマリー・パッキョみたいなパンチで返すのかって言うんですよ。そこでみんなが笑うんですよ。うん。ね、マリー・パッキョみたいに俺がパンチで返すのかって言ったらみんなが笑うんですよ。ね。で、まあしばらく静かにして、それで彼の答えなんですよ。無言でこう言うだけで、ビショップが聖書を知ってれば、こいつは本物だと分かるわけですよ。で、うちらを去っていくわけですよ。本物だと思ってね、彼本物だからね。本物だから行くんですよ。で、僕はいいんですよ。聞いた True Bible Story、 本物のイエス・キリスト、聖書の話教えろね。出なかった、お前出て行け、 Go out って言うんですよ。僕、人は怖くないんですよ、全然怖くない。神様から敬意もらってるから。人がいっぱいいるんですよ。なかなかできないんですけど、神様からね、力
からもらってる子やから油注ぎ弁できる。種まいてきましたね。その時は多分ね、ね、聞いた時にまあ変なおっさんにね、キチガイみたいなのがいるなかもしれませんね。家帰ってもう一回思い出してね、あの赤いシャツ着てたおじさん言ってたことなんかもしかしたら本当かもしれない、考えでしょ。どちらかなんですよ、キチガイのおっさんか本物か、どちらかの聖書、聖書が言ってることが本物か、キチガイのおっさんか、どちらかの横浜でイエス・キリストを信じる者は天国、神社仏閣を信じる者は地獄だ。これ日本語でやってますからね、英語じゃないですよ。あ、横浜でやってんですよ、ストリートで。ああ日本で 1% クリスチャン、僕皆さんこれキチガイのおっさんですよもうキチガイ、キチガイです、うん、キリストキチガイですね。うん、でも種まかれてますからね、今日も皆さん種まかれてますよ。変なおっさん来たけど、赤シャツの変なおっさん来たけど、やっぱり聖書のこと本物だね。種まかれたのがどっかで身に持って、どっかの教会行ってるかもしれないんですよね。できればこの教会来てほしいね。ますますジョイフルプレイチャーチが経済的にも霊的にも祝福されますように、イエスの皆によって今命じます。今祝福されます、ね、私たちから出る言葉も祝福の言葉しかありません。サタンは私たちを呪おうとしますけど、私たちの言葉は祝福の言葉しかありません。王である祭司、僕らもこの地上では王である祭司なんです。キリストの家に王ですから文句別にないんですよ。もう大使が王だから、平民がどう言おうと関係ないんですよ庶民が何言おうと関係ないんですよ。王である祭司、イエス・キリストになって王である祭司だから、あなたを祝福します。今貧しいかもしれないけど主になって祝福します。文句ないです。もしクリスチャンの人生であなたの日々の生活がね、なんか暗くて問題抱えてるだったらまだ本物じゃないよ。正直いつも感謝感謝、このことも感謝。ヨセフ見てくださいね。ヨセフ穴の中にね、兄弟に放り込まれて、その穴の中で何言ったと思います？聖書で何も書いてないよね。穴の放り込む兄たちの会話はあるけど、ヨセフの会話はない。私は思うんですもん、このことも感謝、主よ感謝。ヨセフは主が共にいたって書いてますよ。イエス様と共にいれば何でも感謝なんですよ。あなたの人生何で起ころうと感謝って言えば感謝が現れてくるんですよ。あなたの人生何で起ころうと感謝って言えば感謝が現れてくるんですよ。マイナスの言葉言ったらマイナス人生になります。私の人生なんでこんなにひどい悲劇のヒロインになりたいと結構多い、ね、私の人生なんてこの人生ドラマにでもできそうだそうなっちゃいます。クリスチャン違いますよ。もういつもハッピーエンド、最後に大逆転、ね、イエス・キリストは十字架かかって死んだおかげで、死んだおかげで私の罪を全部黄泉に下しました、運んでくれました。その十字架のおかげで債務証書書いてますね、債務証書全部イエス・キリストが払ったって書いてるんですよ、交際人の手紙にね。借金ないんですよ皆さん、罪という借金ないんですよ。サタンは言うんですよ、あなた借金、この借金持って、罪持ってる持ってる持って、いつも責め立てるの。違います、もう終わりました、イエス・キリストになって、そうやって言わなきゃいけない。サタンはそうやって言うんですよ。だからいつも借金あるから来ないんですよ、はあ、この借金どうやって払おうかな、払いきれないです、その罪のね。罪から来る報酬は死ですね。死の問題誰も解決できないですよ。スリートで今最近僕今新宿でやってますけども、ついて行ってますよ。金で全ての問題解決できるのか、人生金があればいい女も買えるだろうね。いい生活もできるかもしれないけど、
あなたは必ず死にます。死んだ後あなたどこ行くんですか。イエス・キリストを知らなければお前は地獄だって言って、新宿のアルタの前でフィリピンの話はもう YouTube 見ればわかります。で、今やらなきゃいけないですよ。でも今やればキリスト基地がって言われればイエスさんを見てるんですよ。天国で見てるんですよ。私がスイートプリッチ姿見て、ああ、カツオラ、本当に、私のことで、私は日本からこう引き上げられて、ここにフィリピン、セブ行って、ダボ行って、マニラ行って、教会道建てました。お金も時間も全て下げました。ね、でも今回、8月15日、ジーサスレインに帰ってこいって主から命令があったので、ジーザスレーンチラシもらってるんですね、フィリピンで。ある日本人が持ってきて、最初興味なかった僕はフィリピンにワンウェイチケットで来てるんだから、神風特攻隊戻ることないんで、片道切符なんだから。でも神様の契約だったから、ジーザスレーン8月15日に出ました。でその前に石原先生からね、翔平の声があったのに行きます。台風来ません。神様の計画は大事ません。ああ私が帰ってから来るかもしれないけど、それは分かりません。アレルヤ。もうダバオの話、ダバオもすごいですよ。ダバオでは刑務所あるんですよ。刑務所に訪問しました、ね、刑務所今ダバオの警察大変になってるんですよ。もういろんな麻薬ギラいっぱい、警察の中満員状態で、それこそこんな状態でみんな寝てるんですよ、ね、教会仕事された人が多いのと刑務所の中に人が多いのえらい違いますよね。これで満杯な教会、満杯仕事ですよ。刑務所で満杯、こうやってみんな横になって寝てるんですよ、マリナの、うん、ドラッグリーダーが奥にみんなルーターテが捕まえたから、すごいですよ。寝る場所もないから、寿司詰め状態。僕は寿司ないのか、なんとか状態で。はい、ね、そこに僕らに出てきました。でもそこでもクリスチャンがいるんですよ。で、賛美してやってるんですよ。それも YouTube 載っけてますね。で僕はそこ行ってね、僕、その賛美、囚人、プリズナーの賛美聞いて僕涙が出てるんですよ。なんでか。聖書に書いてるでしょ。あなたは私が病の時に訪問して、また牢屋に入って訪問してくれた、その御言葉を思い浮かんだんですよ。マタイの25章で僕は祈ったんです。イエス様感謝します。僕が来ました、確かに訪問来ました。主を感謝します。この場所にあることを感謝します。刑務所入ったらもう希望ないでしょ。無期懲役とか言ったらもう死ぬまでいなきゃいけないんだから、ね、でもその刑務所で僕は言いましたよ、うん、ここいいじゃないですか。で麻薬ね、ドラッグディーラーアディクト、ね、中毒者があって、ここ来ればやることもないし、朝昼晩ご飯もついてるし、ちょっとも運動もできるからここでいいんじゃないの。でもイエスキリスト、あなた希望あるから、持ってるから、この希望があるから大丈夫だって言ったら、みんなそうだーってされるやって言ってんだから、刑務所の中ですよ。わかります？刑務所の中で希望がないとこにイエス・キリストだけの希望があるんです。アーメン。もう一回いきますよ、もう一回いきます。テイク2、テイク2。刑務所の中にもイエス・キリストの希望があります。アーメン。あ、ね、この希望を伝えなきゃいけない、希望。この私は言われます。もう、黒ずみ教、ここから出ていけ。イエス・キリストになって命ずる。黒ずみ教の働きを出ていけ。お前の働きをします。そして今日からお前の働きはこれできない。ジョイフルプレイチャーチのメンバーが福音を伝える。その間お前ら、働くことはできない。イエス・キリストになって命ずる。アメン。ね、本当に感謝します。一言になります。主イエス様、感謝します。あなたは生きて働いておられます。ジーザスイズアライブ。その聖霊様をお手伝いください。生きて働く神の霊をお手伝いください。その霊とともに
この暗闇の世界に福音の光を差し込むものとして用いてください。イエスキリストの兵士として立ち会うことができますように用いてください。神様が働いてください。主をお願いします。Joyful Praise Church、 豊かな油注ぎや聖霊の油注ぎや今あることを主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。アメン。